こんにちは、ウピプタイミサノです。はい、私は普段ここバーストヘッドというミリタリーショップで働いているんですけれども、普段の業務的にはデスクワークとかがすごく多くて腰がちょっと痛いなっていう悩みがあったのと、今後ゲーム配信とかもやってみたいなっていうのがあったので、今回 TMH ドリームさんのこのゲーミングチェアを使ってみたいと思いました。早速届きました。すごい大きい箱ですね。ちゃんとしっかりした段ボールで届きました。これを私女子一人で組み立てられるのかちょっと不安ですけれども、早速やってみたいと思います。見てね。はい、それでは早速開けてみたいと思います。いけるかな。お、これ足っぽいですね。ギーンと入ってます。あ、すごいなんかしっかりしてる、丈夫、部品がいっぱい入ってます。あ、マウスパッドついてる、すごい。これ入ってるんですね、頼まなくても。すごい嬉しい。これが説明書が入ってます。うん、これ見ながらやりましょう。わー、すげー、ブルーを頼みました。これが背中の部分、一回出しちゃった方がいいかな。よいしょ。はい、このレッグフレームを逆にしてキャスターを差し込む。これですね、全部一緒かな。あ、結構スッと入りきった感が分かりやすい。うん、できました。多分これで1番は OK で、これを戻してガスシリンダーを差し込む。この向きか、はい、これガスシリンダーみたいですね。これを先に入れて、うん、入ったね。で、これがカバーみたいな感じかな。カバーなんか、あ、ちょっと待って、こうですね。はい、カバー入れます。はい、これで足元は完了みたいです。できたよ、簡単。はい、次は本体部分を作っていきます。合体させる感じですね、おそらく。で、これだ、開けます。すごい丈夫、固定されてますね。ここら辺につけたかな。あ、あった、ここに全体にもあるかな。よいしょ、これ穴ありますね。これを使ってはめていくみたいです。あ、中の状況一回これで見せよう。で、逆側よいしょ、よいしょ。あ、これやったね。これでこっちからつけちゃって、大丈夫なのかな。うん、でもちゃんと入ってる。よし、で、背中を合わせて、止めます。うん、あと1個。あ、なんかどうなの。はい、じゃあ
仮止めを全体的にしたので増し締めしていきます。ぐりぐり、いいよ。これちゃんと工具が入ってるっていうのがありがたいですね、うん、何も用意しなくて大丈夫そうです。しかもこんなぶっといネジ入ってれば丈夫でしょうね。安心感がある。よいしょ、台も閉めます。よし、ひっくり返すぞ。よいしょ、あ、もう椅子の形になってきたよ。よかった、いいですね、いい感じですね。よいしょよいしょよいしょ、いいね、いいね、できてきましたね。よいしょよいしょ、うんうん、できた、止まってきた。うー、あ、他がちゃんと止まってるからそのままで入るわ。よいしょ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 、もうちょいです、もうちょいです。ワクワク、お、止まりました、がっちりできた。え、これ一回ちょっと座っていいですか。よいしょ、あ、いいね。あ、すでにもう気持ちいいです。仕事もだけどお昼寝も良さそう。めっちゃ楽しみ、やばい。よし、早く完成させよう、やるぜ。カバーをはめていきたいと思います。部品はこれを使います。よいしょ、これをこう、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 もっとパパッといきそうです。はい、カバーも取り付け完了しました。これは椅子がとりあえず終わったのかな。アームレストもつけます。よいしょ、仮止めをしていきます。こうね、しっかりした重みがあるので支えながら、よいしょ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 、対角線上にね。 OK、 よいしょよいしょ、もうちょい、これで、なんだっけ、アームレストは完成。いいね、すごいしっかりしてますよ。で、これですね、これまだ止めてなかったんで、ガスシリンダーの固定台をバッチリ止めていきます。ここにね、足がくっつくので、よいしょよいしょ、お、OK じゃないかな、これ。よし、ここまで完成できました。次はクッションですね。ヘッドレストとランバーサポートつけます。ひっくり返すぜ。まずこっちですね、2つクッションがあるんですけど、これがヘッドレストですね。これをこのね、穴に通して、よいしょ、通してパチッとはめます。 OK、 もう安定してますね、すごいいい感じ。ここを下から通して、で、この穴からまた出してパチンと止めれば、これが、ランバーサポート。腰のあたりにちゃんとクッションがあると腰に優しそう。いいですね、これはかなり期待しちゃう。ここまで来たらもう最後はあの足場をくっつけて完了です。つけよう、よし、はい、それでは合体します。
椅子乗せます。よいしょ。これをここですね。ここに入れると。ちょっと待ってね。よいしょ。コンビニ、よいしょ。いい感じね。あ、入った。完了。できた。すごい、できました。これ座っていいですか、早速。あ、これすごいみたいですね。私ゲーミングチェア初めてなんですけど、これがついてるこの価格で買えるものってなかなかないみたいです。どうやらこれ休憩にいいですね。座っちゃおう。よいしょ。すごい安定感、めちゃめちゃ気持ちいいですね。これ腰に優しい。あ、いいと思う。この頭のやつもちょっといい位置に動かせるのでめっちゃいいです。あ、安定してます。あ、よかった、自分でもできた、ほっとした。すごい、ここ私の職場なんですけれども、めちゃめちゃ快適です。これ分かってなかったんですけど、私ここで高さも調整できるんですね。ここを押すと高くもできる。めっちゃ快適。これ全然違いますよ。これで仕事の効率がめちゃめちゃ上がりますね。こんなにいいと思わなかったです、正直。このコスパでこのクオリティすごいですね。 TMH ドリームさん、おすすめです。いいぜ、これ。仕事頑張ります。TMH ドリームのゲーミングチェアは国内で企画、設計され、デザイン、機能性ともにハイレベルの品質となっています。中国メーカーが多い中、日本企業が開発、設計、販売まで行っています。素材は耐久性に優れた高級 PU レザー、高品質ウレタン 100% 使用、ガスシリンダーは SGS 認証あり、収納式オットマン付き、無償部品保証1年間付き、安心安全に使用できるように足元に重量感を持たせてあり、キャスターが自由自在に回転するので身動きも簡単に取ることができます。素材は通気性抜群の PU レザーを使用しており、水に強く腐敗しにくい作りになっています。水をこぼしてもすぐ拭き取ればシミを防ぐことが可能です。妥協点をなくし、細かいところまでこだわり抜き、商品開発を行っているそうです。皆さん、チャンネル登録お願いします。イエーイ。